はい、どうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね、仮想通貨のビットコインとイーサリアムと XRP とネムですね、いつものように4通貨しっかり見ていきたいと思います。今日が2020年の12月の13日ですね、日曜日ということで、また明日からねお仕事が始まるわけなんですけれども、来週はですね、皆さんご存知かもしれませんけれども、大寒波がね、迫ってきているということで、最高気温でもですね1桁とかね、いう週にですねなるそうなので、まあ日本全国ね、かなり寒くなってくるという予報になってっておりますので、体調管理はですね万全にしていただければというふうに思っております。今日の仮想通貨市場なんですけれども、軒並み上がっておりますね。特にビットコインに関してはですね、まあ、今日の朝のインスタのストーリーでもですね、朝活ということで僕の相場分析、それから僕のですね今日に関しては、結構自信があったのでエントリー戦略ですね、僕はもうここでエントリーしますよっていうふうなんですねことまで、ご紹介ねさせていただきました。で、それがですね一応まあその通りになって今ね含み益になっているわけですけれども、まあ、昨日の動画でもそうですけれども、まあ、上昇にですね向かっていくんじゃないかっていう風なですね、ことを言わせていただきました。でそこがですねどういうところからそういうね予想ができたのかっていうところをですねご質問いただきましたので、そのあたりもですね今日の動画で触れていきたいなと、どこが注目だったのかっていうところですね、はい、ここをしっかりね説明していきたいなという風に思っております。で今日に関しては日足と4時間足ね両方、各通貨両方全部ね見ていこうと思っていて、まあ、来週にかけてどんな値動きになるのかっていうところをですね、しっかり把握していきたいわけですけれども、まあ、その前にですね、いつものように、仮想通貨関連のニュースのピックアップですね、それと来週ですねどんな重要イベントが控えているのか、そのあたりをですね、しっかり、ね、予習していきたいなと思っております。はい、じゃあまず早速ですけれどもコインデスクさんの、ニュースからご紹介させていただきたいと思います。閲覧数が急増ということで、ビットコインの価格チャートですね、トレーディングビューの閲覧数がかなり増えてきているよっていうニュースが入ってきております。まあ、僕がいつも YouTube でねご紹介させていただいているチャート、これもトレーディングビューなんですけれども、あとまあトレーディングビューでですね僕も投稿をね、相場分析の投稿をしているわけなんですけれども、そのトレーディングビューがですね掲載するビットコインの価格チャートを閲覧した回数が、11月に340万回を超えて、2017年以来の高い数字になったということなんですね。同月の月間閲覧数は前月から 82% 増えたということで、他の暗号資産の価格チャートでも閲覧数は大幅に増加したと、トレーディングビューが明らかにしたということですね。トレーディングビューは株式、先物、外国為替、暗号資産などの市場の価格チャートを提供しているということで、まあ皆さんですねもうご存知な、サイトなんじゃないかなと思いますけれども、ここですね、11月のチャートビューですね、一気にね、高くなっている 3.4M って書いてますけれども、2017年以来のね、高い数字になったということですね。ただし、この数字はですね2017年のピーク時の半分だそうなんですね。はい、ペイパルの参入や、まあ、機関投資家の参入などでですねビットコインの関心が特にね今高まっている状況なんですけど、それでもですねビットコイントレーディングビューでのですねビットコイン価格チャートの閲覧数は2017年後半に記録した数字に比べるとまだね 50% ぐらいの水準にあるということで、まあ、まだまだねこう参入してくるというか、参入していない層がいるっていうことですよね。今後どんどんねこのまあ2万ドルを超えたりとか、そのあたりからですね一気にね、注目度が集まってくる、まあ、そういった傾向がチャートの閲覧数だったりとか、あとまあ以前にも紹介しました Google でのですね、ビットコイン価格って調べた数とかね、はい、そういうところでね、徐々に、そういう傾向がですね分かってくると思いますので、こういうニュース非常にね大事かなと思っています。またね、新しいニュースがあればですね、このチャンネルでは取り上げさせていただきたいと思っております。それから来週ですねどういうイベントが控えているのかっていうところなんですけども、コインポストさんのニュースをですね引用させていただきます。売り圧の強まったビットコイン、次週はですねアメリカの FOMC の景気刺激策の動向に注目したいということで、まあ、報じられていますということですね。はい、ちょっとね内容はザクッと、割愛させていただきますが、はい、ここですね、来週はアメリカの連邦公開市場委員会 FOMC がですね15日から16日かけて行われるということで、追加景気刺激策が合意に、至るかがですね注目だというふうに語っています。かねてから FRB はですね景気情勢によっては、早ければ12月にも量的緩和の、拡充検討を開始する可能性が、浮上していたんですけれども、その前にですね ECB が、追加緩和を決めたということがですね、ありましたし、あと先月分のですねアメリカの雇用統計がかなり、ね、下振れしたっていうところがあってですね、
非農業部門のですね、雇用者数46万人という予想に対してですね、結果 24.5 万人ということでかなり下振れしたんですね。そういったところからも、まあ、追加の経済対策がですね、打たれるんじゃないかというふうな期待は今のところかなり、ね、高まっているという状況ですよね。まあ、それに加えてですね、コロナウイルスの感染の第2波、第3波というんですかね、どっちかちょっと分かりませんけれども、ここでは第2波ってなっていますけれども、これに応じて策を講じる可能性は今高まっているんじゃないかというふうに言われています。ただですね、ここまでなかなかね、具体的な進展が見えてこないっていうことで、まあ、ニューヨークダウなんかもですね、下げたりっていうね、相場状況になっていたんですけれども、まあ、これがですね、来週強引にね、こぎつけていけば、株価も復調してですね、ビットコインの相場も、切り返すきっかけとなるんじゃないかっていうふうに述べているわけですね。もう本当にここ最近ですね、材料がね、なかなか出ないっていうことで、まあ、株式市場もそうですけども、なかなかね、ニューヨークダウであれば3万ドルで、日経であれば、2万7000円のちょっとね、届かないところで、こう、もじもじしているような局面になっていますけれども、やっぱりこういうね、大きな材料がですね、出てくれば、株式市場も上がって、それにつられてビットコイン市場も、まあ、切り返していくんじゃないかというふうなですね、ことが報じられているということですね。はい、一応来週ですね、こういうね、重要なニュースが控えているということで、ここはですね、しっかり注目していきたいなと思っています。まあ、僕のチャンネルでは、またね、追加の情報があれば、取り上げさせていただきたいと思っております。はい、ここまでが注目のニュースと、来週のですね、注目のイベントでしたね。はい、こういったね、状況を踏まえまして、日足、それから4時間足で来週の相場をですね、見ていきたいと思います。まずはね、ビットコインからやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきましょう。ビットコインのですね、まず日足からいきたいと思います。今の価格がですね、19,250ドルですね。日本円で言うと200万ちょうどぐらいのところを推移していると。で、今の時刻がですね、ごめんなさい、遅れましたけども、20時27分ですね。はい。で、まずね、日足から見ていくと、注目なのはここですね。MACD 見るとゴールデンクロスが完成するかもしれないっていう状況ですね。はい、MACD の方が若干ね、上向きに変わってきているという状況。それから RSI もですね、上向きに変わってきております。RSI に関してはですね、ずっとここの最近のですね、下落によって、値がですね、49というところまでですね、下がってきていたんですね。で、この49という水準、日足レベルで49をつけたっていうのがですね、もう10月の8日とか7日、そのあたりにですね、そこをまあそのレベルを抜けたんですけども、それ以来の水準ということで、かなりですね、弱気になってきているっていうのがね、まあ見て取れるかなと思うんですね。そこから、まあそこを打ったっていう風に言っていいのかどうのかちょっとね、今のところは微妙ですけれども、上向きになってきているということで、このあたりがですね、どういう風になるのか、特に MACD のですね、ゴールデンクロスに関しては非常にね、期待したいところかなという風に思っております。なのでまあ週が明けてですね、直近の相場動向を見ながら、こういうですね、教えてあげの MACD や、RSI をですね、を見ていってですね、しっかりね、ここゴールデンクロスが決まるかどうか、このあたりをですね、注目しながら来週ですね、さらに上を目指すかどうかっていうところはですね、このあたり注目していきたいポイントかなと思っております。はい、それではですね、4時間足に、切り替えて見ていきたいと思います。まずですね、僕が注目していたポイント18,500ドルですね。ここは、今日のですね、朝に明確に抜けてきました。抜けて次のローソク足がですね、ピンバーをつけたんですね。で、このあたりでとりあえず一発ですね、分割エントリー入って、さらに押したところですね、ちょうどこの、5MA ですね、それと、中期の移動平均線ですね、これが50MA ですけども、ここがクロスしたポイントでしっかり、ね、下げ止まってくることができたということで、まあ、このあたりをですね、エントリーポイントとして今入っているという状況になっております。で、そこからですね、一気に伸びたんですけれども、一応ですね、インスタグラム、それから昨日の動画でですね、ここはまあ抜けてくるんじゃないかなっていう風なね、予想ですね、これはまあ予想がたまたま当たっただけなので、まあどうこうっていう話ではないんですけれども、どういう風にそこを抜けてくるっていう予想をしたかというとですね、やっぱり注目ポイントは MACD のゴールデンクロスだったわけですね。直近のここ下げたところに関しては、MACD がですね、だんだんこう上がってきてはいたんですけども、結局ね、ゴールデンクロスできなかったんですよね。で、そこから、2回目のね、底をつけたところでゴールデンクロスがもうほぼ完成していたと。で、RSI に関してもですね、2回ね、この底をつけてから、完全に上昇に向かってきていたというところからしてですね、結構ね、これ信頼感高いんじゃないかと思っておりました。それからですね、もう一つ、これはまあ僕のね、根拠にもなるんですけれども、この短期の移動平均線を抜けていたんですよね。抜けていたということは、この短期の移動平均線をサポート力に変えてですね、そのまま押し上げてくれるんじゃないかっていう風な、一応予想をしていたということですね。で、このあたりは、ここのですね、前回のこのダブルボトムですね、これがいつだったかな、11月の26とか7とかそのあたりですね、ここも同じような展開でダブルボトムを作ってですね、この重要なライン17,200ドルですね、ここを抜けてきたっていうところがあったんですけれども、ここに関しても、結局ゴールデンクロスで、上げていったというところがありましたし、 RSI に関しても
2回底をつけてからの上昇だったんですね。はい、こういったところからも、まあ、この上昇はですね抜けていく可能性が高いんじゃないかなっていうふうな予想をしておりました。これが一応ですね、昨日もまあ若干お伝えはしたんですけれども、そういうふうなですね予想につながった根拠というふうになっております。で今ですね、まあ、一応今のところ上昇してきておるんですけれども、デコボード見ていきましょうか。売り板ですね、どこの辺が熱くなっているかというと19,400ドル付近がですね熱くなっているという状況になっております。今が19,280、まあ、200万円付近のところですので、19,400というと201万後半ぐらいですね、202万円弱のところだと思います。そのあたり、まあ、このあたりですね、はい、このあたりでちょっと線引きましょうか。このあたりで、まあ、若干売り意識がされていると、まあ、直近最高値ですよね。ここで、一旦ね意識されているかなっていう風な状況になっております。で4時間足レベルで見ると、この RSI もですねかなりね高くなってきておりまして、今がまあ66っていうところで、まだまだね全然上はあるんですけれども、まあ、このあたりのですね買われすぎっていう水準までね、まあ、そう遠くはないので、一旦ねここまで上げてからの一旦戻しっていう可能性はですね十分考えておかないといけないかなと思っております。まあ、そういったところがですね、直近のまあエントリーチャンスになるんじゃないかなと思っていて、直近のところですねこの平行チャンネルで動いているんですけれども、ここの中線ですね、以前からねたまにお伝えしているこの中線、ここが意識されているんですよね。でここでね一旦下げ止ま上げ止まったポイント、ここもですね中線で上げ止まったわけですよ。したがって今ここの中線を抜けたところで一気に伸びたっていうところがあったんですけれども、まあ、ここはですね意識されるでしょうということで、まあ、戻したとしてもここでねサポートされて上に上がっていく可能性があるんじゃないかと。でこのあたりで、中期の移動平均線、短期の移動平均線多分重なってくるぐらいのところになると思いますので、まあ、このあたりがですね次ね買っていきたいポイントじゃないかなというふうには思っております。でここがですねどのように続いていくかっていうところなんですよね。今後、まあ、直近最高値であるですね19,900ドルとかこのあたりですよね、はい、ここまで上げてくるのか、これを抜けていくのかどうかっていうところなんですけども、当然ですねこの平行チャンネルで動いているので上げてくる可能性は当然あります。今から、見ていくとですね、ちょっと時計が邪魔で見えませんが、2,500ドル付近ですかね、日本円でいうと210万円を超えるようなところ、213万円ぐらいのところですね、このあたりまで上げても全然おかしくないっていう風な、まあ、平行チャンネル上で動いていますよね。ただしやっぱり気になるのが出来高なんですよね。ここどんどんね上げていって、もう過去最高値超えるんじゃないかみたいなところが期待が高まったのがですね11月の後半だったと思うんですけども、このあたりの出来高がですねかなり上がっていたんですね。ここに比べてやはり直近のところはですね出来高が下がってきているということで、やはりですね材料なんじゃないかなと、この原因に関してはですね。なので、まあ、来週ですね FOMC 先ほどねご紹介しましたけれども、そういったところで追加の金融緩和が発表されたりしてですね、そういったところで刺激されて、出来高が上がってくるみたいなね、そういうところがないとまだねここの、最高値をどんどん超えていくっていう風な相場にはなりにくいんじゃないかなと個人的には思っております。まあそのあたりもですね、やはりこの 19,600 とか800、このあたりの最高値の水準ですね、ここ水平線も引いていますけれども、こういったところがですねやはり抜かれてきたところから一気にねテクニカル的には、跳ねる可能性は十分考えられるかなと思いますので、しっかり来週に関してはですねファンダメンタル、それからこのテクニカル上のですね直近最高値19,600とか、19,800付近ですね、日本円で言うとまあ205万6万7万ですよね、そのあたり直近つけましたけれども、そこを超えていけるかどうかっていうところがですねやっぱり鍵になってくるんじゃないかなと思っております。すごく短期的なところを言うと19,400ですね、202万円ぐらいのところでどうなるか、そこを超えたのであれば、205万6万とかそのあたりですね、そこでどうなるか、このあたりはですねしっかり見ていきたいかなというふうに思っております。それではイーサリアムを見ていきたいと思います。はい、こちらイーサリアムの日足ですね、今の価格がですね584ドルですね、日本円でいうと6万、ぐらいのところですね、6万円ぐらいのところを推移しております。イーサリアムに関してはですね4時間足でね注目のポイントを見ていくんですけれども、日足レベルで見ると RSI がですね若干上向きに変わってきていると。 MACD はですねずっと下落、高値つけてからの下落だったんですけども、ここでですねゴールデンクロスを完成させられるかどうか、途中でね、こういう風に完成させて、まあ、フェイクに終わってしまったっていうことがですね過去ありましたけれども、まあ、こういう風に、ね、なるかどうかっていうところが直近で見ていかないといけないポイントかなと思っています。ただイーサリアムに関しては出来高がですね直近のところで上がってきておりますので、ここはですね非常にいい傾向だということで、この三角持ち合いをですね抜けていくような一つのね、材料になるんじゃないかなという風に思っております。じゃあ4時間足で見ていきたいと思います。はい、4時間足ですね、4時間足に見ていくときにですね、僕が、以前から言っていたここのですね水平線ですね、ここがなぜ意識されているかというと、
ここダブルボトムを作りましたよね。ダブルボトムを作って、昨日の動画で言ったと思いますけれども、ここのネックラインを超えてからじゃないとなかなかエントリーできないよっていうことを言っていたと思います。今ですね、ここ抜けましたよね。で、抜けたところに短中長の移動平均線すべてもう抜けました、振り切りました。なので、まあどんどんですね、今上がってきているという状況になっているんじゃないかなということで、ここもですね、僕はもうロングにね、しっかり入っていってもいい局面にはなっているんじゃないかなと思っています。RSI、MACD に関してはビットコインと同じです。はい、ゴールデンクロス作りましたし、RSI に関しても2回底をつけてからの上昇に向かってきているということで、直近狙っていきたいポイントとしてはですね、600ドルの水平線ですね。それから一つ上になると617ドルですね、64000円とか5000円ぐらい、ここがですね、一つのね、ターニングポイントになるかなというふうに直近のところは思っております。ここを抜けると一気にですね、跳ねて以前から言っている740というところもですね、空間空いていますので、どんどんね、伸びていく可能性は十分考えられるんじゃないかなというふうに思っております。このあたりはですね、ビットコインと、相関させながらね、見ていくべきかなというふうに思っております。続いて XRP 見ていきたいと思います。はい、こちら XRP ですね、今の価格が、51セント日本円で言うと53円ぐらいのところを推移しております。 XRP に関してかなり弱いですね。まあ MACD 見ても下がっていて、 RSI もですね、まあ若干ね、下げ止まったかなっていうような、推移はしておりますけれども、ちょっとね、これはどうなるかわからないなというような展開ですね。まあ売り方向にですね、出来高が上がっているので、これがね、まあ買われるかどうかっていうふうなですね、ところを見るとちょっとね、やっぱり難しいような展開かなと、日足レベル見ては思いますよね。まあ XRP に関してはですね、11月の後半に向けてかなりですね、上昇しましたので、一旦ね、垂れてきてもまあおかしくない局面ではあるかなというふうなね、中期的な見方ができるかなと思います。それでは4時間足ですね、見ていきたいと思います。はい、こちら4時間足ですね、ちょっとこれ見にくいので消しますが、まあこのボックスですね、以前から言っていたボックスの最下限で今位置していまして、50セントのところですね。はい、ここを抜かれるかどうかっていうところでちょっとね、攻防があって、若干ね、今ロングが優勢な感じにはなってきておりますが、このまま上がってった時にですね、どうなるか、やっぱり直近のところでですね、注目なのは、ここダブルボトムをつけたんですけれども、やっぱりそこを否定されて戻されたっていうところですよね。で、どんどんまあ安値もね、切り下がっているっていうところがですね、やはり、市場のイメージとしてはですね、相当悪いと。で、そこからですね、上昇を向かってきたとしても、この下落トレンドラインはおそらくですね、強いと思いますし、この55セントの水平線ありますよね、57円ぐらいのところですけれども、ここね、短中長の移動平均線も重なってきているポイントということで、なかなかここはですね、今の XRP の勢いでは超えられないんじゃないかなというふうに個人的には思っております。まあそういった中で RSI もですね、まあまだまだね、上がってきそうな、まあRSI に関しては上がってきそうな雰囲気はありますけれども、 MACD がですね、もうずっと横ばいということで、ね、なかなかね、これを勢いづかせるには何かね、ファンダメンタルズ的な要素がですね、いるんじゃないかなと個人的には思っているところですね。まあやはり注目なのは55セント57円ですね、ここのラインをどういう風に抜けていくかっていうところですね。やっぱりここを抜けてからじゃないと買っていくことはできないと思いますので、逆に言うとここを抜けてからがチャンスになるかなという風な見方をしていってですね、戦略を立てていくと。なので今はね、XRP に関してはやっぱり触れないっていうことになるんじゃないかなと思います。むしろ上がっていったところでですね、一旦こう売ってもね、いいぐらいの感じじゃないかなと個人的には思っているところですね。まあこのあたりに関してはですね、また明日の朝のですね、インスタのストーリーでアップデートしていきたいと思っております。最後にNEM見ていきたいと思います。はい、こちらネムですね。ネムに関してちょっとね、4時間足だけでやっていきたいと思います。なぜ4時間足だけかというと、今4時間足レベルで結構注目なポイントになってきておりまして、ネムですね、ここ12月の12日昨日ですね、かなり上昇したんですけども、一旦ね、ここの直近最高値ですね、27セントぐらい、28円ぐらいのところをですね、つけて若干こう垂れてきていますよね。で、これがどこまで下げるかっていうところが注目なんですけれども、やっぱりね、直近で、サポートされるようなラインがあるとするならば、短期中期の移動平均線、それから、この平行チャンネルの上、下限値ですね、まあ、これが効いてくるかどうかというちょっとね、微妙な感じはしますけれども、ここのあたりですね、短中の移動平均線重なっているポイントがやっぱりね、注目かなと思っております。それから以前から言っていたこの23セントあたりですね、まあ、23円から4円ぐらいのところですけれども、ここでですね、もしね、下がってくれば、ここはロング入っていっていいんじゃないかなと。損切りラインとしては20、まあ、3セント2セントっていうとこの水平線か、もしくはですね、1段下がって、20セントあたりでね、構えていくっていうのもいいかもしれませんね。ここまで下がってきたら、しっかりね、エントリーを考えないといけないポイントになってくるかなと思っております。で、直近のところですね、ちょっと三角持ち合いのパターンがですね、意識できるかなということで、ちょっと書いてみるとこんな感じですかね。
はい、こんな感じでですね、動いてきているっていう状況ありますので、まあ、ここ割られたとしても、ここを割られるかどうかですね、20セントのラインですね、やはりここは重要になってくると思いますので、まあ、このあたりはですね、意識した戦略を立てていくべきかなというふうに思っております。まあ、今のね、ネムの勢い見ると、ここまで下げたとしてもね、ここはもう割られないんじゃないかなと、個人的には予測しているんですけども、これ予測なんでね、どっちに行くかわかりませんけれども、しっかりね、このあたり意識した戦略を立てていけばいいんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで今日はですね、しっかり4通貨見てきたわけですけれども、また来週からですね、本当に年末相場に向けたもう価格推移になってくると思うんですよね。年末っていうと、まあ2017年のことがあってですね、仮想通貨市場っていうのはちょっと盛り上がるんですよね。まあその相場にですね、まさになってくるということで、やっぱりそういった、なんて言いますかね、理論的な、話ではないところですよね、市場心理が働くようなところもですね、しっかりね、合わせて見ていかないといけないかなと思っていますので、しっかりね、注目のニュース、ファンダメンタルズの部分だったりとか、あとはですね、どういうことが話題になっているのかっていうのをですね、チャットなんかでね、調べていくっていうのもね、今のところは重要なんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで今日の動画はここまでにしたいと思います。また明日からですね、お仕事頑張っていきましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。